はい、よいしょ。はい、3回目も生まれました。ありがとうございます。BGB の933ですね、バスケのインペカブル、こちらワンケース使用したグループブレイクですね。でサインかフレームか取れるように、サインがだいたい15枚ワンケースね、出ます。プラスメタルの分で合計16スポットにしております。ベースカードもドラフトに含まれます。すべてのカードがドラフトに含まれるということですね。で、店長がね、16スポットに分けたカードをお客様が見ていただいて、希望順にしていただいたリストを送っていただくというドラフト形式です。はい、インペカブル、なかなかいい出方してますんで面白いですね。はい、じゃあ、16スポットドラフト順位を決めてから開封となります。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しです。いきます。ほい、あー、ゾロ目じゃない。はい、1と5の6ですね。6回。そうですね、ジョイルキー2、3、4ぐらい出るんですかね。うん、はい、じゃあ行きます。6回抽選。1 2 3 4 5で次6回目行きます。せーの、ポチ。はい、6回 OK ですね。はい、ドラフト1位はプルーさん。あれ、さっき1位だったっけ、どうだったっけ。はい、プルーさん、おめでとうございます。よいしょ。はい、933のインペカブルですね。さっき何位だったっけ。あ、さっきも1位だすごいですね。はい、2回連続1位です。おめでとうございます。はいね、すごいです。16分の1ですからね。ワンスフォーですもんね。はい、すごい、おめでとうございます。ドラフト2位はカズオさん、ドラフト3位がヒロ16さん、ドラフト4位がダイさん、ドラフト5位が MYK さん、ドラフト6位がステイさん、ドラフト7位が YOZ さん、ドラフト8位が YKY さん、ドラフト9位が FOX17 さん、FOX17 番でしたっけ、ドラフト10位がガキオさん、ドラフト11位がナオさん、ドラフト12位 YOZ さん、ドラフト13位が FA さん、ドラフト14位15位が MED さん、ドラフト16位がジュンさんとなります。ね、ドラフト下位の方でもサインプラス、ルーキーのベースが出ればその辺がねプラスになると、まあ、ちょうどいい感じにはなると思うんですけどね。ベースルーキーも結構ね貴重ですから。よいしょ。はい、ですね。じゃあこれ1つ目、よいしょ。うん、なんかもうこれ1固定っぽいっすね。うん、1固定っぽいっす。金属のメタルの位置が、はいね、はい、よいしょ。まあ、そもそもこれは重さがね全然違うので完全にグループブレイク向き商品です。当店は箱売り、どなたにも箱売りはしてないです。グループブレイクか、ケース売りのみにしております。分かっちゃうんだねこれね。はい、タイちゃん8の99。はい、よいしょ。でベースの2枚目はカイリー・アービング、78の99。でこっからサインでまずリック・スミッツ27の99ですね。スミッツ珍しいな、懐かしいなね。はい、いい選手でしたよね。結構細いんですけどね、当たり強かった。はい、で次はオプラチナ色じゃないか、青いのか。25の99ですね。アレックス・イングリッシュ、はい、ナゲッツのレジェンド。まあ入ってますね結構ね。はい、で次はキューちゃん、22の25 でもあの
これ結構まともに、まともにっていうか、綺麗に書いてますね。これ、チャイニーズ版オートなのかな？あれ、今までってなんかあの、Qちゃんみたいなサインでしたよね。このサインあんまり見たことないです、この携帯。忘れてるだけからかな。綺麗に書いてますね。こんな綺麗に書けるんだ。ね、チャイニーズ版かな。はい、25枚限定ですね。で、ここラス前に、ラス前にでホックスです。午後の救急。ね、オペレンスだとこれ一番下だもんね。午後の救急。はい。で、ここがメインのところですけど、デニスミです。あ、パラレール16-49。だから、ホックスとデニスミが同じ箱とかなかったっすもんね、あっちはね。ね。はい。で、一番下のパラレールはルーさん、4749です。クリッパーズ。で、ここがフレーム。フレームじゃなくてメタル。お、この色は、レイカーズ。どうでしょう。せーの。ん？ちょっと腕太いけど。あ！ロンゾボール！来ました。6-16のシルバー来た。ロンゾボール。これはいいですね。はい。ロンゾのシルバー来ました。はい、これも多分ね、人数が多分100人ぐらいいるのかな。50人ぐらいか100人ぐらいか、いたと思います、去年とかね。ロンゾ全然ありでございます。はい。100人ぐらいいるよね。50人ぐらい？よいしょ。はい、二つ目です。これね、ステンレスね。で、でこい。やっぱ面白いな。ロンゾのメタルとホックスとデニスミ同じ箱ですからね。モアさんの言う通りですね。おすすめでございます。はい、じゃあステンレスから見ちゃいます。よいしょ。ステンレスは、うん、ジョシュ・ジャクソン、ルーキーですね。34-99。はい。ジョシュ・ジャクソン。ステンレス。まあ、ルッキーですから、全然ありです。よいしょ。はい。まず、ベースカードは、ジェファーソン。ですね。40-99。で、2枚目のベースは、リラード。32-99。で、レデンプション。せーの。ほい。クラッペさん。はい。ベテランのオートジャージですね。アレン・クラッペさん。ブレザーズ？移籍した？あれ、ブレザーズの記憶がありますけど。はい。クラッペさん。で、サインは、コーウェンスですね。セレティックスのレジェンド 3-49。で、次は、ダニー・グリーン、スパーズ。珍しいジャージですね。ベテランズデーの時。すごい迷彩柄っぽいよ。75-99です。で、ここがラス前にですね。はい、リチャード・ハミルトンの9-49。これかっこいいっすね。これ2004年の6月15日ですね。あの、フェースガードつけてる時ね、ずっと、直ってもつけてたような気がします。はい。ハミルトンかっこよかったですね。で、メインのところが、はい、来ました。はい。ドラマ・ミッチェル。10-99。うん。はい、いいですね。やっぱ安定して、ルーキー上位が出ますね。うん。いいですね。はい、ありがとうございます。はい。ミッチェル来ました。で、一番下のパラレルがカペラッチョ。
27-4949でっちゅう。はい。で、三つ目です。やっぱ安定してるな、これいいっすね。でこいっす。はい、じゃあまずステンレス、カイル・アービングですね。はい、出しょ。65-99、カイル・アービング、ステンレス、かっこいいっすね、これもね。うん、最近いい写真よく選んでますよね。選んでる感がちゃんとしてます。大事ですね。はい、でルーキーのベース出ました。ホックス、11-99。はい、で次がアンソニー・デイビス、98-99。そうですね、うん、結構サインが5枚で、下の方が1、2枚は必ずそこそこなもんが入ってる。オピレンスの場合はサインが6枚ぐらいでしたっけ。上4か5は結構厳しいとこでしたからね。プライスと、ね、うん、はい。レデンプション。テオドシッチ、ルーキーオート。まあ、あとカードのデザインとかはね、向こうのが断然お金がかかってると思いますけどね。カードの制作費。うん。トニー・ブラッドリーです。98-99。オートジャージルーキー。143番、投資ですね。RPA です。はい。一発来たら上がりますよ。で、次は。お!はい、シリアルのが来ました。トム・チャンバースで、これはポイントか。1990年3月24日にスーパーソニックス戦で60ポイントを決めたというトム・チャンバースさん。それにちなんだ60枚限定。16-60です。これ人気の、はい、サインカードセットです。オラジュアンとかもただのサインカードだと多分40、50ぐらいですけどね。これになると300ぐらいになったりするんですよ。去年のやつとか。ね。コビーとかも2000、1500とかね、行くんですよ。すごい人気です。集めてる方が結構いるみたいでね。はい。で、ルーキーのサインですね。ニリキナ81-99。やばい。店長来てるとこみんなそうかも。4ケース連続。一番下、クズマス。はい。今度はパッチアウトですね。ジャンルは違いますけど。4ケース連続だよね。多分ね。はい。まあ、いいんですけどね。いいんですよ。いいんですよ、すごい。でも4ケース連続。うん。まあ、いいんですよね。はい。20-25です。ホロですね。RPA のホロ。パッチオート。あれ?さっきベースカード。ホックスだったよね。パラレルもホックスです。なので、ホックスのベースとパラ。両方この箱から出ました。48-49です。はい。ということで、どのケースもいいですね。安定感があります。インピアカブル。はい。次の5回目もやりたいんでね。はい。説明いきます。はい。参加者の皆様は店長がインスタに画像アップしますので、そちらをご覧になっていただいて、ドラフト順位に応じたセット数を選んでいただき、ドラフト順位ね、上から下か左から右希望順にしていただいたリストを店長の方にメールしてください。はい、メールに記載していただくことは、BGB の番号とお客様のハンドルネーム、それとドラフトのリストですね。リストの提出期限は明日の夜8時まで、16スポットということで、まあお手間な方は、店長がつけた番号順で送れば、店長の番号順で大丈夫ですと記載していただければ、番号順で残ったもの、若い番号からお渡ししていくような形になります。はい、まあ、そちらもね ご活用ください。はい、1から15
ね、15位の方でしたら15並べなくても大丈夫です、1から5ぐらいまで決めて、あとは流れでいいですっていう場合でも OK です。はい、じゃあ BGB の933これで終わります、また、メールの方をちょっと確認して、5回目が、あ、4回目か埋まれば、はい、次もやりますんでよろしくお願いします。はい、じゃあ、3回目これで終わりますね。 BGB の933でした。ありがとうございます。